先月29日、地熱発電の調査で掘削作業中に突然蒸気が噴き上がりました。東京の三井石油開発によりますと、蒸気には硫化水素が含まれており、一人が硫化水素中毒で入院したということです。水柱付近の川に来ています。普段透明の川が真っ白になっています。事業者によりますと、石英を主成分とする地下鉱物が噴き出したとみられています。人体に影響はないとしていますが、水質や土壌への影響は調査中で、明日にも結果が出る見通しです。町は周辺の農家に水を使わないよう呼びかけ、希望する農家には消防のポンプ車で給水しています。メロン、トマト等に全く水の供給量が足りてないような状況ですね。またさらに暑くなってきて、供給量が足りなくなるってなると、顕著に生育が悪くなって、収穫物も悪くなってくるので、そうなるとやっぱり僕らとしても収入が減ってしまうというところで大打撃ですね。事業者側は蒸気を止める方法を検討しています。今日午後7時から住民説明会を開く予定です。